ははいい、えー、それで始めてまいりまりす皆さんこんこにちは、えー、近所の改正論点、今年危険な論点はここと題しまして、約1時間程度のところで、えー、こちら、改正がいろいろありましたが、特にここ私やってほしいところを3点指摘をしていこうと思います。こちら、レジュメ1ページの方には、ここ2年間の改正の履歴が載っております。今回、この中でピックアップするのは3つあります。1つ目が、えー、こちら、上から2段目、民事執行法の1個目のポチ、再建執行。 特に近年、再建執行の改正が、失礼が多いので、ここ、攻めておきます。次が、真ん中あたり、令和元年、あ、じゃあ、令和平成30年相続法改正、相続法改正、ここから一つピックアップします。最後が、下から三段目、会社法改正、ここから一つのテーマ、ピックアップして説明していきます。一時間程度になりますが、最後までお付き合いいただければ幸いです。では、まずは民事執行法から行きましょう。 ページの方で言うと2ページ、3ページ繰り返します。近年の本試験の問題は不動産執行は数が相当減ってしまい民事執行の総則や債権執行が多く出てるでこの債権執行について去年相当な改正が入りました具体的にと左、右開きになってますが右のページの一番上取り立て権ってやつです。取り立て権。 ちょっとこれ画面の方に書きますが皆さん、無理買わなくていいですよ A から B にお金を貸していて、瓶子債権があるからそこに差し押さえをするとで、差し押さえた A は瓶子債権を取り立てることができる。差し押さえた人間は B 審査意権を 取り立てることができるんだけど、いつから取り立てができるんだっけこれは、債務者 B に相達があってから1週間ですよね。執行広告できる、執行抗告できる期間待ってあげるために、債務者に相達があってから、B に相達があってから、1週間は待ちなさいと。その1週間を待っていただければ、取り立てができますよと。 で今回実はこの1週間たってれば取り立てができるが丸とは断言できなくなってるんです真ん中あたりに表がないでしょうか原則こう立てみると債務者に対し差し押さえ命令が相達されてから1週間を経過することこれが原則なんですが例外差し押さえた金銭債権が給与債権の場合 給料だった場合4週間待つんです四週間ですはいでこのねこの前提も実はよく出てる論点プラス改正があるのでなんでこうなってるかの前提から説明させてくださいペペーージジは左側のページの一番上 差し押さえ禁止債権範囲の変更条文と趣旨を読んでください条文と趣旨裁判所ですかどうしました差し押さえれた B なんですけど、はあ、すいません50万を抑えられると抑えられると生活苦しいんですちょっと差し押さえの範囲を狭めてくれませんかねと。 どんぐらいゼロにいやそれは無理だようんなんかないかないやちょっと今来月投票で20万いるんで20だけなんとかしてくれませんかとちょっと待ってね債権者さんはい債権者です生活どうすっごい余裕あわ分かりました分かりました債権者余裕債務者きつい差し押さえ債権を狭めます差し押さえの範囲を狭めますこういう条文が前からあったんです 前からだ,ったんですだからぶっちゃけ差し押さえくらって生活苦しかったら言えばいいんですよ差し押さえくらって生活苦しければ言えなかったんですですがこれほとんど使われなかったんです使われないっていうか皆さんこの条文知ってましたこれノーって言われたら困るんだけどね過去も出てるからでも皆さんレベルもそうなんですってなれば一般人こんな内容知らないんですよ 上から3段目制度を活用するための条文1個目のポチ読んでみて実は改正でまずこういう制度がありますよってことを伝える義務を設けたんです伝える義務そして2個目のポチ 給与、え、差し押、え、給与等が差し押された場合、差し押、債務者が差し押さえ債権の範囲の申し立てのための準備期間を4週間に新重。4週間に新重し、その準備期間値は無取りたてができず、また添付命令の効力も生じない。特に生活で必要な債権は給料です。給料に関しては4週間。ってこと待あって、4週間なってなるゃ、次の給料来るでしょ。 次の給料が来る4週間までやらせないよと。っていう形にして、これ保護を強くしたんです。保護対象をしっかりえてね。保護対象は給料再建だけだからね。保護対象は給料再建だけだからね。 よろししいでしょうかねまた左右のページの表なんですが、さっき見た表の真ん中のところね、もう一回縦に見るよ。基本は1週間、例外、差し押さえた金銭債権が給与債権だと4週間延ばしてくれる。ただ、再例外もあります。差し押さえた債権に151条2個の。 扶養に関する債権、ここです、扶養に関する債権があった場合は、元に戻ります。扶養の債権だった場合は、元に戻って1週間です。ちょっとこれ、もう少し膨らませるよ。えっと、左、ごめんね、左側のページの今度、かっこ5の絵を見て。変な言葉を使いますからご、ご注意ください。お付き合いください。 え妻がいる、ダメな夫がいる、ちょっと会社かぶってごめんなさい。会社に対して給料債権がある。離婚して、扶養に関する債権を持ちましたと。離婚をして、子供の養育費の債権などを持ちました。で、今この養育費債権は3つの点で保護されてます。養育費の取りっぱぐれが多いってことから、養育費債権の債権執行は3つの点で保護することにしたんです。 それが下に載っている状況の下、特例1、特例2、特例3です。じゃあまず、あの一番、一番下から言って、特例3、直接取り立てができるタイミング。これが原則に戻って1週間、原則に戻って1週間で取り立てができるんだと。 じゃあ、それ以外、改正ではなりませんが、一応、まとめちゃいましょう。特例の1。期限未到来債権による執行。えっと、民事執行は、期限が来なければ執行はできません。自分の債権が到来しなければ執行できません。一応、もう一回言わして。比較するのは民事保全ね。民事保全は期限来てなくても仮差しはできるよね。民事保全は期限来なくても仮差しできるよね。でも、民事執行は、期限が来ないとできないんですよ。 でその例外を作ってるんです上記1から4にかかる定期金債権に有する場合によってその一部に不履行これだけ分かれて一部に不履行何かっていうとね4月分の扶養債権不履行したんです4月のね養育扶養不履行したの不利口したの一応聞きたいんだけどそういう旦那って5月になったら払うと思う 5月になっても多分だめですよね。なので、5月分の債券をもとに、給料、いっちゃっていいんです。5月分でまだ来てない、まだ来てない5月分の債券、弁済来てない5月分についてもいけちゃうんです。でもう一個特例の2、差し押さえの範囲。 給料債券ってどこまで抑えられたっけ見てやってゴシックのところそれが二分の一までいいとまずこの表だけまとめをさせてください不養債券の特例3つどうぞ不履行すれば未到来でもいける給料半分まで抑えられる 取り立て権は1週間で付与されると。この3つね。この三つ。じゃあ、同じことを今度右側のページの表。中の一に載ってる表。縦にまとめていくよ。縦にまとめていくよ。取り立て権はいつから取り立て権が発生する原則例外、再例外どうぞ。原則1週間。給料だったら4週間。 不養再生だったらやっぱり1週間141年はいであともう一つちょっと角度を変えた改正点が中の2になりますこれと細かいんですが一回聞けば分かると思いますので頑張ってください中の2まずザザッと読んでください 昔かなりの嫌がらせででできたんです何かっていうとねこれ差し押さえっていうのをかければ B も C もすごい嫌な状態になりますよねこのまま放置するの差し押さえかければ取り立て禁止弁済禁になるんですよそのままねずっと放置するんですもう本当に取りっパぐらいもうね嫌がらせのためにやってるって事うが結構あったらしいんですよそこで債権執行に期間を設けたんです こちら、2年っていう数字が載ってますね。2年。2年経過したら連絡しなさいよと。で、連絡しなければ、2年を経過して4週間、2年経過後4週間連絡なければ取り消しますよと。2年経って、もし二年経っても取れないんだったら連絡をしろと。事情を説明しに来いと。普通2年もあれば取り、取り立てが終わってるはずだと。 2年も経って終わってなければ連絡に来いと。で、それが来なけ2年経って連絡がね、4週間来なければ取り消すよと。はい。 以上が再建執行で抑え,えてほしいところということになりますじゃあ次は民法改正のところ一つピックアップさせてくださいページは4ページ5ページ昨年登録免許税を出しましたつまり向こうは出すよっていうサインです配偶者居住権この実態と登記のところ 抑えるだけ抑えていきましょうえ表がありまして左と右左が配偶者居住権と書いてますこれは死ぬまでただで住める権利配偶者居住権死ぬまでただで住める権利一方今回対象ジャニーズを少し言わせて右側配偶者短期居住権 とりあえず6か月は進める権利とりあえず6か月はただで進める権利ですこれ内容から見てどっちが強い弱いって言ったら明らかに分かりますよね左側が明らかに強いんですじゃあね左側をちょっと優先してみていきましょう配偶者居住権発生自由 非相続の財産に属した建物に相続開始に居住していた配偶者について線引っ張れる居住していた居住が要件ですですから例えば何かの施設に入ってるとか行った場合はこの居住権は得られませんでなおかつ居住しているだけではだめなんです居住しているだけではだめなんですちょっともう一回言わして。 右側の短期居住権なんて書いてる短期居住権は住んでるだけでいいんですよ。左の配偶者居住権は住んでるだけではダメなの。住んでるに加えて3つのポチ、どれかがいるのね。住んでるに加えてどれかがいる。で、この3つをやるんですが、どうかな。 死んだ旦那もう勝手旦那なんだけどね死んだ旦那生き残った奥さん長男旦那奥さん長男で旦那が死んだと思って誰がやる行為かを意識して読んでみていくよ1個目のポチ配偶者居住権を取得させる遺産分割さあこれ誰だねこれは残った奥さんと長男奥さんと長男で 母さん居住権持っちゃいないよいいの、うん、持っちゃっていいよと残った人たちで話し合ってやるのが遺産分割です次配偶者居住権を取得させる旨の遺贈をこれ分かったねこれは死ぬ旦那さんが遺言書を作ってる妻に居住権を与えることと妻に居住権を与えること そして次、非相続人との間の死因贈与契約、もうこれは内容わかりますね、これは旦那さんと奥さんで、えー、生前に契約をしておくと、生前に契約をしておくと、こういった遺産分割、遺贈を死因贈与がいるんですが、いけそう。 これが出されたら引っかかるのがいわゆる相続させる趣旨の遺言なんです右のページの一番上の注意書き見てください特定財産承継遺言では配偶者居住権は成立しないこれは今の昔は相続させる趣旨の遺言現行法では特定財産承継遺言といいますこれは遺贈とは別扱いなんです 異像とは別扱いなんです形式面と実質面でまして形式面はあくまでも異贈と言っていて異贈と特定財産承継遺言は違うので特定財産承継遺言ではもらえない実質はね実質はねごめん特定財産承継遺言って文言ど,どういう文言を使ってる 相続させるって書いてあるでしょいらなかったら何がいると思う欲しくなかったら相続放棄になっちゃうんです伝わるかなつまり旦那さんがね、うん、と奥さんに配偶者居住権を相続させるって書いて死にました居住権が来ました預金も来ました有価証券も来ました居住権いらないわっていう場合は何すんの相続放棄でしょ 全部もらえなくなっちゃうんですちなみに特定依存って放棄できるっけ特定依存って放棄できるよねそのもらうものだけの放棄ができるよねそれが理由なんですこれほえいらない場合相続放棄する羽目になっちゃう相続放棄をするはめになって国だといらなくなった時に相続放棄をする羽目になって国だと。 いうことから特定財産承継遺言ではこちらできないようにしたんですこれはもう勉強しないとできないところですのでぜひ意識しておいてください。 よしじゃあ戻ろうか,か,、うん、ろうか左側ね次居住権の権利内容建物の使用を右側と比較して左側に収益があるでしょ想定してるのはねあの奥さんがとりあえず居住権を持つでもねしばらく経って 足腰がちょっときつ,つなり、施設に入ることになったと、その時にね、施設に入った場合、やっぱりお金がかかります、今の家を貸すことによって賃料収入、今の家を貸すことによって賃料収入、そういうことができるようにしたいんです。で、収益っていうのが権限としてあるけど、もしよかったら、れとして、これは勝手にはできません。所有者の OK が必要です。 収益ということはできるんですが勝手にはできない所有者側の OK がいります伝わるかなあのほら不動産試験とかの場合使用収益があるという場合の収益って無断で貸せるじゃないですかあれとなんか違うんですよ不動産え不動産試験の場合の使用収益の収益だった場合自分の独断できるんだけどそ,うそれとは違うんです よしじゃあ次、居住権の優勝性、これは無償と、さっき言った通り。存続期間、原則、配偶者終身の間、死ぬまでってことね。で、例外、遺産分割で別段定めをしたときは、その定めるところによる。これはちょっと伝わりづらいんだけど、これね、遺産分割で居住権をつけるときに、居住権10年分ねと。 十年間ねっていうふうに、期間をあえて設ける。期間をあえて設けるってこともできるんです。期間をあえて設けるってことね。で常識の範囲で聞くね。あの。期間を十年って決めたのね。で十年って決めて、十年経ったら居住権が消えるでいいね。 3年ぐらいで死んだら居住権消えるでいいよねそれが下の段終了自由1存続期間が満了した場合それはもちろんなくなるよね一方2位二飛ばす後にする4配偶者が死亡した場合死んで相続で降りるっておかしいよね 配偶者居住権が相続で降りるってのはおかしいので死んだらなくなるんです。で、5、居住建物全部喪失、でこれ順、順用している条文がこちら賃貸関係の条文を順用しています。 で次譲渡性、譲渡することができないマストラはそうだろうな配偶者居住権を別の人が持ったら意味がないだろう。意味がないってかおかしいよ奥さん以外が持ったらおかしいよ次2段必要費・有益費これはこれは使用貸借と同じ結論になります使用貸借と同じになりますただで借りる点で同じなんですよちょっと聞くよ 使用対策って必要費は絶対全部負担通常の必要費と非常の必要費で分けるよね有益は有益は無効負担だよねその結論が載ってます。下から2段目、すでに説明したことと同じ。存続期間の満了の前にあっても死んだら消滅しますよと。 一番下対抗力登記することによって、対抗できるとこっちは登記ができるんですね。じゃあ、それがどんな登記簿なのかというのが、右のページの下の方にありますので、それを使っていきましょう。よいしょ、ちょっと事例を書かせてください。 A が旦那さんで C が奥さんで B が長男です。ここまで,かなで家があったんですが家の持ち主の A が死んだんですよ。でこの時に B と C で母さんが居住権持っちゃいないよと。 母さんが居住権持っちゃいなよとっていうことを話し合いましたちょっとこれ全然関係ない話からさしねこの場合ね例えばこれ3000万だとして逆にしようこの場合ね 家の,価値が分け家の価値が分かれるんです家の価値が3000万の家の価値が居住権2000万と所有権に分かれるんです居住権と所有権で価値が分かれるんですでどういう金額で分かれるかはこれは税法の、えー、理屈でかかります税金の理屈でかかりますでその税金の理屈は私も調べたんですがとんでもない複雑な計算で途中で読むのをやめましたなんでこれはもういくらになるか諦めていくらになる諦めてでこれでね 所有権は長男に居住権を奥さんに居住権を奥さんにとっていうふうにしたんですよ聞いたことがある方が黙っててねこんなことなんでやるのとうんまあ長男にメリットがあるかっていうと実はメリットはあるんですあのもう知らない人は諦めてあの奥さんに相続させるって相続税が軽くなるっていうかなくなるっていう制度ご存知でしょうか 旦那ささんんんののの財産が奥さんに行く場合ってそのある程度の金額は非課税なんですよつまりこれね、この3000万の家があるでしょ、居住権分は非課税なんですで、所有権が課税されて、税金で課税されて、B に行くわけね。で、ここでもし奥さんがこなって死ぬでしょ、奥さんが死んだら、2000万の価値が息子に行くわけよ。この時はもう税金取られない。この時はもう税金取られない。 ってことこで実はこの制度、できた当時は相続税対策で使えるんじゃないかとっていう,ふうに言われたんです、まあ、ただ、ね、実際そこまでうまくいかないっぽいですあのここの金額の、ね、算定がなかなか厳しくてあの相当ボロ儲けするような金額にはできないそうなんですただ使った方がやっぱり安くなるのは間違いないらしいです。 ここまでにしましてじゃあこれなすべき物件変動が2つあるのよろしいでしょうか所有権が長男 B に下りるってこととあと居住権が C に発生しますね所有権の移転とあと居住権の発生が起きますということでそれぞれええ下の投機を見てください1番が A2 番で長男に所有権移転 B 原因見てね原因が年月日相続ね 1>, でお1番配偶者居住権設定配偶者居住権設定という登記が入ると誰名義かっていうと奥さんの C 名義になってますでまず今年怖いところがこの居住権の登記事項です特に養液権との比較養液権との比較ができるようにしてほしいんです ちょっとページめくりましょうか。次のページの方に、擁液権の登記事項のまとめ、プラス居住権を追加したバージョンが載ってます。えもし見,られ見慣れてない方、少し説明させてください。丸というのが必要的登記事項、絶対登記。三角というのは特約があるときだけ。×は登記できない。×は登記できない。 下から2段目お願いします配偶者居住権、目的は書きません。ちょっと確認ね、あの地上家の場合、どういう目的入る建物所有とか、あのー、なんかあの、木を所有とかって乗りますよね。配偶者居住権って、これ絶対住むですよね、目的。目的は絶対住むなので、目的は分かりきっている方は書きません。 使用収益だってのは分かってますから書きません。次、範囲。この範囲は絶対全部です。全部に対して撮影しますから、こちら範囲を書く必要はない。そして次意識して、存続期間が丸なんです。 これをしっかり押さえた存続期間の丸ね。っていうのは存続期間って死んだとき絶対だっけ死んだとき絶対じゃないよね存続期間を定めるってこともできますよねなのでどっちなのかを書くんですよ。死んだとき絶対じゃないからね。 で横地代。いや、あるわけないよ。ただなんだから。ってなると、その横、支払い時期。いや、それもあるわけないでしょと。しないつ、腹はみなんだと。で、横、譲渡天体特約。こんなものもないよねと。とよろしいでしょうか。 とということでこちらは次は申請書を見てみましょう7ページの一番上に申請書があります、えー、申請書がありまして権利者・義務者なんですがちょっとそこを見ないで何ページだっけ5ページを見ながら居住権の権利者・義務者が誰になるかを言ってみて居住権の権利者・義務者。 権利者はどう考えても C だね、義務者は。ただで住まわれる長なんだよね。ただで住まわれる長なんで文句ないね。何が言いたいかって、今、ただで住まわれる長なんだでしょう。もし指でもいい指、えーと、指でもいいので、コーク2番を隠してみて。この状況で登記通ると思う。権利者者 C 義務者 B で 通らないって分かった登記名義を持ってなければ、長男を義務者には通らないよね。ページにめくってください。7ページ真ん中あたりの資格枠の表です。主目的登記、状況、前提として相続登記が必要か見てください。配偶者居住権、この登記をするには前提で所有権登記がいるんです。長男名義に所有権移転登記がいるんですよ。 じゃあ今度はその下行きましょう下の二の1投機原因と日付、ね、左側の方に投機原因が3タイプ載っているんですがすみませんちょっと言えるだけ言ってくださいいきますよ低当、ね、権設定の原因ってね低頭設定の原因年月ピキンセン症年月け設定ね寝て度の場合は粘膜設定ね地上権は粘膜設定ねこれどうなってる 今まで設定って年月日設定でしょ原因が。これ、年月日設定ってパターンがないんですよ。年月日設定というパターンにならないんです。設定登記なのに年月日設定と書かない。設定登記なのに年月日設定と書かないんです。 だって厳密に言えば年月日設定っていうあの言葉は設定契約なんです。設定契約っていう略なんですよ。年月日設定っていうのは設定契約しましたって意味なのね。でも実際には設定契約じゃないんですよ。実体行為は遺産分割、遺贈、心臓なので実体行為を書くんです。設定と書かない実体行為を書くってこと。 はい、その点も注意をしておいてください8ページぐらいいきましょうか、まあ、共同、今度は申請人で、まあ、権利者、義務者の方が図に載っているんですがちょっとごめん、あのこれ見てもば、うん、ーっとなっちゃうと思うんであの頭の想像をしてやってください居住家の発生原因3つお願いしますありがとうございます。あのその3つ ご長男が非協力になる可能性があるものありませんかご長男が非協力になる可能性があるもの池田これもしだよ旦那さんが妻に居住権をあげると長男は所有権で使えずに我慢しろとこれ長男登記に協力しない場合ありえますよね あともう一個遺産分割がもめたら何になる訴訟になるよねじゃあそれ前提で見てやってください、えー、っと8ページ一番上権利者は配偶者居住権を取得した配偶者これで文句ない一方義務者は居住建物の所有者でいいんですがその下配偶者が遺贈によって居住配偶者居住権を取得した場合において 遺言執行者がある時遺言執行者がいた場合は遺言執行者にやらせればいいんです長男がが協力しない可能性がありますで次の段遺産分割において配偶者が配偶者居住権を取得すると定められた場合なおかつ注意書き見てん。 登記事務所である居住建物有者に配偶者居住権設定。登記手続きをすべきことが命ぜられている。登記手続きをすべきことが命ぜられている。もう分かってたね判決登記よ。判決登記。この要件をクリアしているんだったら単独申請でいけるよね。と これぐらいししましてじゃあ一番下の図表を見てください次は存続期間ですパターンは死ぬまでっていうパターンとあと年数を決めるってパターンがありますねその2つのパターンが載っているんですざっくりで構いません読んでみてくださいはいまあこれはそんなに突き詰めなくていいでしょう 次のページの一番上、2-1-4。ちょっとこれ文章を読まさせてください。特約。配偶者居住権を取得した配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、第三者の居住建物の使用または収益をさせることができない。とされているところ、 第三者の居住建物の使用または収益させることを許す旨の定めがあるときは、その定めをあらかじめ登記することができる。さっき言ったことと繰り返して延長しますね。え、こちらの方。使用収益権があるんですけど、勝手には使わせることはできない。長男の OK がいるんです。ただ、いちいち OK 取るのはめんどくさいなと。上都天体特約に似た話。 見てください登記簿特約入ってませんかのりは上渡天体特約のりは上渡天体特約一日承諾取るのが面倒くさいなとっていった場合は事前に特約をつけておきます。 はいでこちらなんですが前のページかな6ページあたりに実はこれ載ってはいたんですがまだ紹介してません6ページのところにね早かったかなごめんね6ページ上が一般的な丸伐の表で下がね特約関係をまとめたんです特約関係を別にしていますで下から2段目配偶者居住権と見てください 上と天体特約ではないので、ちょっと別枠にしました。上と天体特約ではないので、表現を別にしておきました。これが下から2段目ですね。よろしいでしょうか。戻る前に想像でお願いします。配偶者居住権の登記があって、OK があったら人に貸すことができるのね。人に貸すことができるのね。じゃあ、1番で配偶者居住権があって貸したら、何番で入ると思う、はい、ヒント、天体。 どうぞ見てください。9ページ、ど、ページ、どんなところで入ってるどういう風うに入ってる天体と同じように考えて。天体と同じように考えて、不気1号で入るってことね。不気1で入るってことね。 ではこれぐらいにしましてでは最後いや最後で一番下2の1の6登録免許税。溶液権の税率って基本いくつ溶液権の設定は基本1000分の10だね。1000分の10になってないのを読み取って強い権利やっぱり保護するという観点で1000分の2と相当低くなってます。 じゃあ10ページの方に行きましょう一番上居住家の抹消登記表をまずや眺めてくださいさあ下の関与不要ってなぜだと思いますつまり単独申請ってことだねなんで死んだ場合は単独申請なんだろう なんで死んだ場合は単独申請なんだろう不動産登記法69条死ぬまでと権利の内容が死ぬまでと決まってたら 権利の内容が死ぬまで認めるという内容だったら、死んだら単独申請ですよね。ほら、あの、所有権の場合は抹消じゃなくて移転だよと。所有権以外は抹消で単独申請だよってやつ。所有権に関する権利、所有権移転、失効3名に関しては、これは抹消じゃなくて移転で戻るんだと。一方、所有権以外の権利の場合は、死んだ場合は単独申請で消せると。 そこから来ているんです。不動産東京の六十九条から来ています。では最後に十ページの四番の方で終わりにしましょうか。 その他の登記と書いてあって、左が認めていい、右がダメ。まず左ざっと見てやって。配偶者居住権設定登記。うん、それはできるよね。次、配偶者居住権抹消登記。うん、それもできるよね。次、配偶者居住権の陳借権設定。これさっき見たよね。一番不機位置で入る。一番不機位置で入るで、ね、さっき見たよね。一方、右を見て、右の一番上。ダメな登記。配偶者居住権は譲渡ができないよね。 配偶者居住権は譲渡ができないんだから移転登記はありえない一方一番下これを比較してください。 居住権を短くする方向は許すんだけど居住権が長くなるのを認めないんです。短くなるのはオッケーでも長くなるのはダメだと。これ存続期間を年数で決める場合ね存続期間を年数で例えば30年と決めた場合30を10にするのはいいけど30を50にするのはダメだと。 ちょっとここは無理くり覚えちゃってもいいかもしれません。ということで去年居住権について税金が出ましたのでその周辺までぜひ押さえておいてください。これが説明したかった2つ目になります3つ目が次のページになります。令和元年会社法改正 この中でやってほしいのは株式交付、これは本当に危険なところですのでしっかりやって,おいてください、株式交付、えっと。絵の方を見てください。左をじゃあ A としましょう右を B 左を A 会社右を B 会社にしましょう A が B を、ね、子会社にしたいと。 親子関係にしたい場合って実は今までは、えっと、今までどういうところができたかっていうと1段目見て完全親子にしたい100%貸し,したければ株式交換なんですよ100%貸するには株式交換なんです一方した親子会社になればいいんだったらこれから使う株式交付が選べるんですもうちょっと言うよ株式交換って交換契約書を作るよね A と B の協力で行うんだ下の下のね親子になればいい50%超えさえすればいい50%超えさえすればいいこれが株式交付というものでこれは A 会社だけで OK です A 会社だけで OK です言葉を選ばないまさに企業買収です合併って両者の意思がいるよね 分割も両者の意思がいるよね交換も両者の意思がいるよねこれからの株式交付は A の意思だけで B 会社を子会社化する本当に企業買収制度なんですあとでまた物を見せますが A だけの行為 A 会社だけの行為だってことを意識してください じゃあこれって今までどうやってたかを説明します。実はこれがね改正法の理解にもつながるので、今までどうやってたかも知っておいてください。消そうかな。ページを一個めくれる。ちょっと画面の方も使わせね。 はい、えっと A と B があって A が B を親子関係にしたいでこの時にね B の株主がいるんですよ彼らに言うのうちに株ちょうだいとうちに株をちょうだいとで株をもらってこれが50%超えすれば親子になるでしょ株をちょうだいってお願いしたんですで具体的にはどういう手続きを取ったかっていうと うちにお宅の株をちょうだいそしたら A 株式 A 社株式をあげますよ扱いは現物出資でやっていたんです現物出資現金に買えばいいじゃんキャッシュが出てくのは嫌なんだよ現金出てくのは嫌なんですってなるとこれもし募集株式発行手続きを使って こちら、ね、えっと、便社株をもらうでしょ、便社株式発行するでしょ、A 自身のキャッシュフローには問題ないんですよ、こういう手続きでやったんだけど、難点が1個、現物出資、検査薬登場、時間取られる。現物出資、検査薬登場、時間が取られるなんです。 でも検いいらないってかあると思いますんまりね危険な橋渡らないんであいつら。いやあいつらな <laughs> ってことであの検査薬の省略って均一の問題で多く見ますけどこういった企業買収でこんなことやるっていうのはねそういないんですよ。<laughs> ってことで検査薬が入ってきちゃって時間取られちゃうそこでなんとかできないかってことで作ったんです。 では具体的にどんな手続きかを見ていきましょう右のページの方を見てください左を A 右を B としてまずちょっと会社の肩書きを意識して株式交付親会社株式交付子会社欠かされることはないと思いますけどね完全って字は入れないようにね完全という字を間違って入れないようにね 何をやるかっていうとねまず A が彼らに呼びかけをするんです株を売ってくれ株を出資してくれと株をくれと株をくれっていう呼びかけをしますそして丸一番申し込みとありますがここ任意って字見つかる任意 交換の場合は強制だよね。株式交換は強制的に全部巻き上げになりますけど、こちらの方、株式交付は任意です。ちなみに、この申し込みが50%切ったら終わりです。申し込みが50%切ったら終わりです。意味わかる ?50% 切ってたら、親子関係になるんでしょう。申し込みが50%切ってたら、手続き終了です。 で申し込みがあって、OK と譲り受ける、そして対価を渡すんです。対価を渡すんですが、ちょっとあれかな、この対価は株式絶対です。対価は株式絶対対対価価はは株株式式絶絶ななんんでですすというのはもう一回言いますね、従前はこれ、どういう手続きやったの 前は募集株式発行手続きやったんでしょもらって株式を発行していたんだよねそれがまだここにも残ってるんです前は募集株式発行でやっていたので対価は株式これが絶対だとしたんです早くてごめんなさい右の中の1も読んでみて。 すいません株式交換の対価は何が絶対交換株式交換の対価絶対はないよねちょっとページめくれる14ページの一番上の表を比べてみて交換の場合は対価の柔軟化がありますから絶対渡さなきゃいけないものはありません 一方株式交付は株式を絶対渡すってことえいろんなところに入れてますけどこの今回の,この株式交付は交換と比較して覚えてて株式交換と比較して勉強してくださいちょっとまたこのページに戻るんだけどごめんね、えっと、前のページの中の2って見つかる B に予約権がいる場合「予約権者さん、うん、あんたらも買うよ」と「予約権者さんあんたらも買うよ」ってできるんです交換でこういう話って近くなった交換 B 会社に予約権が残ってるすると親子関係を作ったり完全親子関係ができた後に予約権を行使されちゃえば親子関係もしくは完全親が崩れますよね じゃあ聞くよ。その交換の時って予約権者に渡せる対価って何だっけ予約権を消したければ予約権だけだよね戻ってみてください14ページどうなってますかいくよ14ページの下の段株式交換における完全え子会社の予約権。上から見ていくと 新株予約権の新株予約権者に株式交換完全親会社の新株予約権を交付することを定め。そういう定めることができる。その下、予約権者に交付できることができる対価。完全親会社の予約権か、完全親会社の予約権付き社債。という予約権を渡すしかなかったよね。なおかつその下いけるこれって、強制的にやるよね。強制的にやるから、不当な値段の可能性もある。 強制的に不当な値段な時に備えてこちら買い取り請求っていう制度を認めていました伝わったかな子会社側の予約券が勝手に持ってかれるで内容を見たらあまりにも安すぎるとだったら元の会社に普通の値段で買い取れよと普通の値段で買い取れよって言えるわけです 一方、右。株式交付における子会社の予約権。ここですが、契約書、契約書にいて定められること。株式交付、えー、株式と合わせて譲り受ける場合に限り、株式交付子会社の新株予約権者から、株式交付子会社の新株予約権等を譲り受けることができる旨。旨、えー、こちら譲り受けるのは定められますよう、対価を見て、 これは上の株式を、えー、株式上の表とバランスを取っていると思ってください。伝わるえー、っとね、ちょっとごめんなさいね、プレゼンの機械が硬くて、くそ上がった。こことバランスを取ってます。 株主に与える対価と予約権者に与える対価を同じようにしてバランスをとってるんですよろしいでしょうかねなおかつ一番下予約権買い取り請求制度どうなってますカッコよき入れましたこれも任意の申し込みなんです 任意の申し込みなので対価が不当だと思うんだったら申し込まなきゃいいんです売りませんって言えばいいんですよ交換は強制的交付は任意ってこと交換は強制的交付は任意ってこと はいじゃあこれぐらいにしまして手続きの流れをこれから説明していきましょう13ページの方に戻ってやってください少し伸びます、ごめんなさい、えっと、右が A の手続き右が B の左が B の株主の手続きです。B のの株主の手続き でくどいんだけど、B 会社の、G、B 会社は全く手続きに入りません。B 会社は全く手続きに関与しません。左が A 会社の手続き、B が、右が、左が B の株主の手続きです。で、左側はね、募集株式発行です。上4段見てやって、3段見てやって。通知、申し込み、割り当てってやって、右側。総数、譲り渡し、契約。 総数の契約もできますよと、一方、A 会社の方でこれは、存続会社等の手続き、企業再編の存続会社等、存続会社等、存続、承継、株式え、完全親会社の手続きとほとんど同じです。 よろししいでしょうかねでちょもしよろしければ一緒にお付き合いください、えっと。今からどこを立証するか、登記手続き上立証するところも出ましたので、ぜひ一緒に丸をつけてみてください。まず、A 会社の方で立証する内容が一番上、交換計画の作成。あ時間ないけどやってもらおう。どこを立証しそうか、自分で丸つけてみて、この図の中で。どこを立証書面でつけそうか、自分で丸つけてみて。 あまだ早いかな今言った後継からでしょ開示は立証したことないよね証人決議証人決議買取はこんな買取立証したことないよね債権者保護立証がいるよねあと左側 申し込みのとこだけ申し込みのとこだけ立証です割り当てについては立証しません申し込みのとこだけ立証割り当ての方は立証しませんあと申し込みか契約かってことね申し込みか契約かってこと伝わったでしょうかねでもうちょっといける この決議あるでしょう。簡易手続き、簡易手続きだった場合は、簡易手続きの立証も必要です。簡易手続きだった場合は、簡易手続きの立証も必要です。 で以上の立証する内容についてはちょっと先の方に行きまして20ページと21ページ20ページと21ページでまとまっています。20ページ、21ページの21ページ一番上括弧3、添付書面 21ページ一番目カッコ3、添付書面、あいうえお。これが今やってないようです。あいうえおが、今私が丸付けた内容です。無理してもらっていいからね。で、かのところ、線かんかいける。か。株式交付で資本金が上がる。株式交付で資本金が上がれば、こちら、445条5項の証明書。 445条5項の証明書これが必要になりますはいもうちょっと付け加えさせてくださいいけるかな 左側のページの方に図表がないでしょうか九州型再編の登記事項と,と書いてあって上には九州合併九州分割株式交換株式交付と書いてますで上と下に分かれてるのは上の方が例えば合併だった場合は存続会社下の方が消滅会社としています土基礎ではありますがやらせてください合併の1分割の1 合併したこと分割したことが登記事項です。これは私はいつもこう言ってます。会社同士で権利義務の移動があったと。会社同士で権利義務のやり取りがあったと。これを立証するんだと。合併で権利義務を引き継ぎましたよと。権利義務をもらいましたよと。これが合併した旨、分割した旨っていうことなんです。合併がありました、分割がありましたというよりも、合併によって権利義務を引き継ぎましたよと。20ページの一番上ね。20ページの一番上ね。 合併によって消滅会社の権利義務を引き継ぎましたよ、これが合併した旨の登記事項なんです、合併したってことを公示する意味なんです。伝わるでしょうか、時間ないの100もなら百文字を押し上げてやりたいからやるだけです。すみません、根本商事の登記もくれますかえ根本商事の登記がないいや、私、再権者なんですよ。根本商事が取ろうと思ったら、登記簿がないって言うんです。すみません、閉鎖見せてもらっていいですか。あ、ありがとうございます どうなったんだあの会社九州合併ソニーに九州合併され解散 <laughs> 嬉しくてたまんないっすよねこれめちゃくちゃ嬉しいですねだってソニーの方が権利義務を引き継いでくれたんですもんこのように権利義務を引き継いだって公示するのが合併したことを分割したことなんですじゃあ聞きたいんだけど株式交換って 会社同士で権利義務の移動はありますかないよねもう一つ聞くよ株式交付では会社同士で権利義務の移動はないよねここが空欄になっているのは分かったでしょうか 交換した旨交付した旨は登記事項ではありません交交換した旨交付したた付はは事項ではありませんじゃあ何が登記されるかってえっとごめん従前株式交付って何の手続きだったんだっけ募集株式発行ですよね で、今回も株式発行しますよね。丸一見てください。なんて書いきます。ってことで、下の注意書きみてください。どきそうですからやらせてくださいね。えっと、株式を新規発行すれば、積み数が増えるね。 株式を新規発行すれば資本が増えるね。金庫にあった自社株金庫にあった自社株を渡した場合は金庫にあった自社株を渡した場合は発行済みは増えないね資本も増えないねなんで自社株を渡した場合はここに既に投機事故がないんですよもうちょっとお付き合いくださいごめんなさい ちなみに渡せるものって株式絶対だけどそれ以外何渡せる社債渡せるよね予約券渡せるよねどっちか登記事項じゃない表の丸二番見て。 予約権を発行した場合はそれも登記事項になるよとそしてお分かりだと思います一番下株式交付子会社の欄どうなってますか何にも登記事項は変わりません何も変わりませんだから他の企業参院と比べて 経由同時申請っていう条文がないんですだって子会社が登記がいらないんだもん <music> ではあれやなもう少しですごめんなさい 右のページの一番下、登録免許税を想像してください。見ないで想像してください。いきますよ。えっと、合併の場合は、1000分の7で合併したことっていうのが登記事項だから、独立税区分があったね。最低税額が3だね。分割はあ合併の1000分の1ってことは1000分の7か。合併の1000分の一ってこと千分七。7。分割は、分割したのが登記事項で、独立税区分があって1000分の7だね。交換は 交換は登記事項ではでないよね独立税区分がないよね何の税率で言ったっけ資本が上がったっていう2であったよね2だったら株式交付はお読みください最低税額の3独立税区分がない 独立税区分がないから2の扱いになりますありがとうございますでは最後になりますけどちょっと飛ばしところご紹介だけして終わりにしたいと思いますごめんなさい全部を説明すると,ちょっと相当のビジネスなのでごめんなさい、えっと、15ページから 19ページまでは実態について細かい点をいくつか並べました。15から19。15から19。で15ページはいわゆる一番目の契約書、計画書の内容。契約書と計画書の内容について、交換と交付で比較しています。交換と交付で契約書の内容を比較しております。注目してほしいか、もしくは線かなんか引ける交換の、交付の方の2号。 株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の数の加減、何株以上買うよと、何株以上買うよと、最低数を書くんです。最低数を買うんです。書くんです。最低数を書く。そこまでかな。 伸伸びのびになってなななっているのか100問承知してくださいへー最低数何か分かるんですかあ最低数は3株で結構ですでもし最低になった場合50パーいきますかいきませんこれダメだって分かる最低数でいったら50%パーを超えないとこれ意味がないって分かったかなこれがね下の方の下から12345行目6行目下から6行のところのちょっと見づらいんだけどゴシック台見てくんない 子会社となる数を内容とする子会社となる数を内容とするそこを押さえて子会社となる数を採用え内容とするすいません早くて申し訳ない16ページからはこんな承認決議が載ってます で上が株式交換で下が株式交付なんですけどほとんど同じほとんど同じでも全然表が違う大きさ違ううんとね交付の場合って子会社側は承認決議をしないね子会社側は承認決議を取らないからそこで大きく違っちゃうでもほとんどあとはノリは同じですあの簡易って話はご存知ですよね知らないって言われても困るんですけど その簡易の話についても実は同じでこれは右のページから簡易の話が絵、ね、と文章に載ってますのでもしよかったら参考にしてみてくださいまた18ページ18ページは債権者保護手続きは載ってるんだけど今から説明しますので「あ同じかどうか」だけ言ってみていくよ。 絵の方し親と子があって子会社の株主や予約権者に対価を渡すと言った株式だけだったら保護手続きは不要株式プラス現金渡したら保護手続きがいる親の方で保護手続きがいる交換の親会社どうだっけ 交換の親会社、株式以外を対価にしたら保護手続きはいるよね。ってことで、ここの部分、これの、ここは実質上同じなんです。実質同じなんです。表現が若干違うんだけど、実質同じです。比較してほしいのは、 親会社の1に当たるもの親会社の1に当たるのが株式小麦の1に当たるのが交付の方にはありません交付の方にはありません社債云んってやつねごめんあと2分あと2分くれあと2分くれなんでこれが違うのかだけ最後にやらせてください ページの方は19ページの一番上ですいきますよ A と B があって B 会社に社債権者予約権付き社債権者がいましたで社債権なので金額が10億とか結構いい金額なんですここまでかなでこの子会社側に予約権が残っていると株式交換では困るので どうするんだっけ予約権を上げて消すんだよね。で、聞くよ。予約権付き謝罪を消したければ何を渡すの予約権付き謝罪を消したければ、予約権付き謝罪権を渡すことなんね。だから、A が予約権付き謝罪権を渡して、今のものを消してもらって、右側の図。この人は A に対して予約権付き謝罪権を持つことになる。ここ、金額10億ね。 言い,たいんですけどあの A の他の他債権者は嬉しい怒,り浸透怒り浸透だよねおいおい10億のライバルが増えたぞライバル10億円増えたぞと負債が増えちゃうんですよ一方交付の場合が下です A と B があって B の方に謝罪権者10億の社債権者がいるとするではここでゆっくりいきましょう B 会社側に予約権がいると後々になってがが崩れれるる恐れがあるだから A は何をするのここで 予約権付き社債を売ってくれでこの予約権付き社債権者が予約権付き社債を売ったらこの社債は誰が持つそれが右側の絵です予約権付き社債はむしろ A が持つんです A が B に対する債権を持つんです A の債務が増えるわけじゃないんです A の負債が増えるわけではないんです株式交換では A 側の負債が増えちゃうから A の方で保護手続きになるんですが交付の場合は A 会社の負債が増えるわけじゃないなのでこれ交付の方では この謝罪関係で保護手続きにはならないってことなんです。といったところで、ここのところは違いますので、ぜひ意識して覚えてください。以上で、一旦はここで終わりにしますこれで終わりにいたしますが、ぜひこの交付は交換と比較する。交換と比較しながら勉強してみてください。以上になります。本日の講義の方は以上です。最後までご清聴ありがとうございました。